50ドル金かゴールドイーグル1990年 W プルーフ70ディープカメオ PCGS 鑑定セントゴーデンズサイン入りの完全未使用です。直径が 32.7mm、 重量が 33.93g、 91.67% 金の金価です。この粘土の発行枚数が 62,401枚です。アメリカの代表的な、1オンスの地金型の金貨になります。表面が自由の女神のモチーフで、裏面が、庭のイーグルがモチーフになっています。この時参加したオークションで初めてこのセントゴーデンズのサイン入りの、スラブケースを発見したので、即オークションで入札して購入することができました。ゴーデンズのラベル入りのスラブケースは非常にレアなので、あと基準価格も高く、お買い得の1枚だと思います。